韓国で上位1%の超高級マンションが話題だ。23日、現地不動産業界によると、ソウルカンナムグチョンダムンドンペーハー129は、工事時価基準で韓国最高価格の共同住宅だ。専用面積407平方メートルの今年の工事価格は163億2000万ウォンと策定された。当初、ザ・ペントハウス・キヨタンだったが、 昔の住所であるチョンダムドン129番地にペントハウスのペーハーをつけて、ペーハー129と新たに名付けられた。このように最近ホットプレイスとして浮上している高級住宅の団地なに詳細な住所が盛り込まれている点が注目を集めている。立地が良ければ、名前にホラを入れるケースが普遍的だが、番地数や道路な住所を入れて富村の中でも格別な場所であることを大踊り字的に表現している。 不動産インフォメーションのキョンイルリサーチチーム長は他地域の人たちが見たとき、何の数字なのか把握が難しいバンチ数を住宅何に入れたのは、富村の中でも最上級の場所であるという自尊心の現れとし、一部最高級の住宅だけの数字マーケティングになっていると説明した。